こんにちは。速稼塾の久保でございます。今回ですね、吉田拓郎さんが芸能活動を引退されるということで、私的に吉田拓郎さんといえばですね、この刑事物語のテーマソング、加減なやつじゃけん、ほっといてくれんさい、という風に広島弁で始まる、あの歌がね、とっても印象深いんですが、まあでもこういう風にね、芸能活動を引退しますよというふうにはっきりと宣言できるこの引き際ってのはね、なかなか芸能人多くといえどもなかなかいないんじゃないかなと思います。御年76歳。まあ引退には本当にね、まあなかなかいい時期なんではなかろうかと思います。吉田拓郎さん。すごいですよね。いつの間にか消えていく芸能人が多い中で、こういうふうにミュージシャンとして最後ね、まだまだ人気のあるうちに、まあ、自ら、まあ、マイクを置いていくということですかね。あとは、まあ、個人的に歌ったり、口ずさんだりするのかもしれませんけども、私たちが吉田拓郎さんの声や姿を見たり聞いたりすることは一旦これで終わりということで、また一つのね、フォークソングの歴史、音楽の歴史が終わったのかなっていうところを感じざるを得ません。まさに吉田拓郎さんっていうのは、ギター一本引っ提げて、という形がね、本当に、目に浮かぶような形で、いろんな曲を世の中に出してくれたわけなんですけども、この吉田拓郎さんに憧れて、たくさんのフォークシンガーやミュージシャンが生まれ育ってきた、そんな、広島であり、日本だったのかなと思います。まあ今ではね、フォークソングってのは別に、まあ流行りでも何でもなくて、どちらかというと下火でですね、テクノロジーを活かした打ち込みミュージックとかね、あとユニットとかね、あとグループソングとかみたいな感じで、大人数で一つの曲を歌うみたいなことが主流になってきたのかもしれませんし、歌いながら踊るみたいなことがね、メジャーになっているのかもしれません。でも当時ってのは、まあ言ってみればね、棒立ちでギターを奏でながら、サングラスをかけて無表情で歌うみたいなことでも、十分人の心を動かせたわけなんですよ。まあそういったメッセージ、曲、そして歌詞、こういったものが私たちの胸を打ったわけなんですよね。昭和を支えてきたわけなんですけども、今はそういうものはもう必要なくなったのかもしれませんね。ということで、今回、吉田拓郎さんの、いい言葉だな、みたいなのを何点か紹介して、この動画を終わっていこうかと思います。例えば、こんな言葉があります。どんなに暑い日が照りつけても、ポケットに10円しかなくても、僕は輝かしい気持ちで生きている。というふうな形ですよね。こういう気持ちってのは今ではちょっと通用しないのかもしれません。どちらかというと、本当に何もなくって、もう負け惜しみでね、何もなくったって幸せだみたいなこともあるのかもしれませんね。まあ年収200万で豊かに暮らすみたいな本がベストセラーになるくらいですけども、さすがに200万ではね、なかなか豊かではないですよ。幸せに暮らすことはできるかもしれませんけどもね。豊かってのは、まあ基本的にね、お金がなければ作れない部分が多いですからね。はい、次です。初めて戦場に出るのは誰でも恐ろしいものだが、取るべき道はただ一つ。戦闘など全然怖くないといった顔で立ち向かうことだ。この態度を常に取り続けていると、見せかけではなく、本当に度胸が座ってくる。恐怖を知らぬ態度を繰り返しているうちに、いつの間にか本当に恐怖を感じなくなり、度胸のある人間になるのだ。ということですね。まあこれは実際に戦争に行きましょうっていう話をしてるわけではないんですけども、ある一つの挑戦をするときに、怖ければ怖いほど強気になればいいと。そうするうちにだんだん肝が据わってくるってことなんでしょうね。まあいわゆる演じる自分を持つってことなのかもしれません。怖いからといって怖い顔をしてれば本当に怖くなっちゃいますんでね。手も足も出なくなっちゃいます。次行ってみましょうか。信仰は、そは、満開ものごまかしに遭いながらも、少しも自己を失わざるものということでございます。やっぱりね、自分の信じるもの、信じる道を進むときって、いろんな障害や妨害があるもんですけども、そんなことにひるんでいるようではまだ信仰ではないですよねってことですよね。やっぱり一つ信仰ってのは、傷だらけで打ち倒されても、その道を進むことなのかもしれません。まさに吉田拓郎さん、フォークソングとして、音楽の道を信仰に持って正したのかもしれませんね。じゃあもう一個ぐらい行きましょうか。あなたのセカンドアクトを成功させるために他人の同意と協力は絶対に必要なものではないということでございます。どんなことをするときでもある程度人に認められた方がいいんですけども、そうではない自分で自分を鼓舞していくこともできるんではないかなってことなんですよね。そしてその意志が強ければ強いほど、二次的に人は認め出すものだということでございます。少々の批判で折れているようでは、総理見たことかっていう形で終わっちゃいますけども、批判を、振り届いてね、自分の道を進む者には、敬意を感じさせる力があるのかなというところでございます。まあ、まだまだね、吉田拓郎さんの名言はさすがフォークシンガー、いろんな曲を書くだけあってね、人の心を動かす言葉があるもんですけども、せっかくのいい言葉でも、やっぱり受信力と言いますかね、即価塾でもありますけども、受け取る力がなければ、何その言葉の意味で終わっちゃうんですよね。やっぱり一つの言葉を展開して、自分に置き換えることができてこそ、名言ってのは生きてくるのかなと思います。つまりは名言でも曲でも、自分の人生が、その曲を吸い取る力、受け取る力があるかどうかに関わっているのかなと思いますよね。当時、吉田拓郎さんは、日本人の多くが感じている心を、しっかりと歌詞に乗せて歌ってくれるのかなと思いますけどもね。はい。では、お疲れ様でございました。